こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、女性経験がないんですというね、まあそういうふうなお悩み相談をいただいたわけですけども、これはね、回答のちょっと難しさっていうのは、質問が漠然としすぎてるんですよね。女性経験がないから一刻も早くセックスをしたいというふうな悩みだったら、それすぐ解決します。お金を払うことでセックスをさせてくれるところありますからね。だからそれでいいんじゃないですかね。女性経験がなくて何がだから悩みなのかなってところもあるんですよ。いや、その例えばね、20歳になったりとか30前にし女性経験がないことを何をどう問題視してるのかなってところによるんですよ。ただ性欲が満たされてないから一刻も早くやりたいっていうね、欲望の悩みだったら今お話したようにすぐ解決できます。そうではなくって、相思相愛の関係を作れていないということでしたら、まあ、そもそもね、まあ、人に好かれているのかなっていうことから考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。こと女性に極めてモテないんじゃなくて、男性にモテてないんじゃないかな、同性にね。同性にもう疎まれていて、そもそも人間に嫌われているんだったら、そういう人をじゃあ限られた出会いの中で女性がね愛してくれること、そしてそういう女性を自分も好きである、相思相愛の関係になって、その先にある性関係っていうのが結べるかどうかっていうのは、ちょっとまだまだ全然話になってないなと思うんですよ。つまり何を聞きたいのかってことが全然分かってないんで、これはアドバイスのしようがないですから、一体どこに問題を感じてるかなっていうことですよね。まだ私は女性経験はないです。あ、そうっすか。今日にでもしたいですかみたいな話なんですよね。だからその性欲が満たされてないからどうこうなのか、女性経験がないことを恥じているのか、この2つの問題っていうのは、ことですね、自分の心が特に一人の人としての敬意ある女性に対して向いてるとはとても思えないんで、聞く価値なしですね、ここはね。ここまでだったらね、勝手にしろっていうことになりますね。それは解決する方法あるやんみたいな、それを取るか取らないかですよと。例えばその風俗的なところに行って自分の性欲を解消するっていうのは、ちょっとどうもねプライドが許さないんですよっていうことでしたら、そのプライド大事に抱いていけばいいと思うんですよ。でお金が惜しいとかね、お金がないっていうんだったら、それはまあよござんしたと。女性と付き合って、そしてその方とねデートを重ねるっていうのも、お金がそれ以上にかかりますよってことになってきますしね。なんと言いますかね、この質問がもしね、女性経験がないんですっていう、そういうふうなこの一言の悩み相談をするってことはちょっとね、相談のセンスもないかなと。これでは何の答えもできないんで、そっからそこを口火にいろいろとどういうことなんですかっていうふうにこう深掘りしていくやり取りが必要ですね。そのやり取りの中でその方がどういうパーソナリティなのか、アイデンティティなのかってことを探っていきながら、最良の解決方法を探すってことで、少しだけね時間をかけていこうと思いますね。私はね、そういう悩み相談が来ないでもないんですよ。まあ私の年齢というとね、やっぱり30半ばぐらいにしてまだ女性経験がなくって、どうしましょうかって形なんですけども、その女性経験の中身ですよね。交際をしたいとか、愛し合いたいとかね、恋人関係になりたいってことでしたら、これはお金で解決できる問題ではないんでですね、まずは自分の一番身近にいる女性、もしくは偶然出会える女性、その方を強く意識して、その方を笑顔にすることから始めてみてはどうでしょうかっていうふうなアドバイスはすることがあります。というのは、女性に縁が全くない人ってほとんどいないんですよ。人類の半分は女性ですからね。ですから一日過ごす中で、今日女の子一人も見なかった、異性を全く見かけませんでしたっていう方は果たしているのかなと思うんですよ。それこそね、私みたいに部屋の中で一日中こうやってね一歩も外出しませんみたいなことが1ヶ月も続くと、さすがにね出会える女性は奥さんだけみたいになっちゃうかもしれませんけどもね。そうなると、そもそも女性関係がどうこうっていう問題以前に、社会に触れてないんで、それはもうそこから改善していきましょうってね、すごく道のりの長い話になっちゃうんですよね。まあ、ですからそこから始めることになるかなと思いますけども、でもね今は出会い系サイトとかバンバンありますんで、いや、はっきり言っても私もね今ね出会い系サイト、スマホの登録ってあるんですよ。9社ぐらい登録してるんですよね。まあ、多分皆さんが知ってるようなところだと思いますけども、その9社を登録しててもうね十数年になるんですけども、その出会い系アプリの中で私の年齢も私とね同じぐらい取ってるわけですよ。48歳の登録なんですよ。でもねやっぱり女性からのアプローチが来ない日はないですね。
メッセージが送られてきたりとか、いいねが押されたりとか、うん、まあそれも一つの出会いなわけですよ。もちろん、まあ、中にはね、ちょっとこうパパ活的な人も来てると思うんですけど、私はあの全然返信もしないし、見もしないんで、ろくに見もしないんで何とも言えないですけども、ただやっぱり年は私のフィルターではね、18、19オンリーなわけなんですよ。18、19からの女の子のメッセージから受け取りますにしてるんで、なんかね、来ないことがないですよね、でもね。だから出会い系サイトをやっても恋愛の窓口は開けます。要するに何が言いたいかっていうと、完全に引きこもっていて、私みたいに隠居生活を送っていて、誰とも会わないっていう前提で暮らしていても、女性からの縁っていうのは飛び込んでくる、そういうふうな、さばき方があるわけなんですよね。だからどのルートを取るかってことにもなりますし、とりあえずは女性との出会いの場を増やしたいってことでしたら、もう山ほどその方法はもう今の時代だったら10年前とは違ってね、むちゃくちゃ見つかるんで、むしろ女性に見つけてくれるなっていう方が難しいですね。まあ、ブログを書いてもね、こうやって YouTube やってても半分は見るのは女性だと思うんですよ。なんかね、私もちょっと奇妙なものを感じるのは、なんていうんですか、 YouTube を利用されてる方のね、男女比率っていうのはもう今はちょっと分かんないんですけども、ただ私の視聴比率っていうのは5対5とか4対6で男女なわけなんですよね。そう考えたら全体の割合がどうであれ、自分の発信の割合としては、まあなんていうんですかね、共学の学校に通ったりとか、まあ普通に職場に行ってるのと同じ感覚かなというふうに捉えていきますね。まあだからアウトプットすることによって、まあ異性とのね、きっかけをつかめるかもしれないですね。ということでちょっとまとめましょうか。まずは女性経験がないっていうのは何を求めているのかってことですよね。単なるいち早くセックスがしたいと思ってるんだったら解決はすごくシンプルです。でもそうではなくて、女性関係がないっていうのは交際の履歴がないってことだとしたら、過去に交際の履歴がないことは別に全然気にすることがないです。これからは別に出会っていけばいいと思うんですよね。で、逆に言うとですね、たくさんの女性と出会ってきたって人はたくさんの女性と別れてきたってことなんですよ。だから誇れることではないですよね、それは。そうなると全く女性との交際なく30歳に来ようが、交際歴を繰り返して30になろうが、特段どっちが、優れているとか、どっちが重いってことはないですよね。それは本人がどう思うかですよね。自分が厳選して悩みに悩んで、妥協せずに来て出会いがなかったという言い方もできますし、とりあえず付き合ってみたけどもやっぱりうまくいかなかったを繰り返してきて、恋愛としての経験値と成長度は高めてきたよってことかもしれませんし、振られ続けるってことは、もっと言うとですね、恋愛から何も学んでないとも言えるんですよ。いや振られすぎやろみたいな、なんかお前学ぶことなかったんかと、そもそも別れそうな人と最初から付き合うなみたいなねそんなちょっと先のね、こともまあ見抜けないと思いますけども、振られすぎだろうと、それは手当たり次第すぎるぞって感じですよね。やっぱりね、こうなんていうんですかね、男女関係って、まあ難しいのは異性だから難しいんですよね。だからまずは母親を喜ばせることからやるとかね、なんかね、3回以上出会った女性に対してはどういうふうに思われたか、感じさせたかっていうところをシミュレートしてみるとかね、まあ、まとめにならなくなってきましたけども結局そのなんて、すいません、女性経験がない、どこが問題なんですかっていうところと、女性経験というのは何を指してるんですかってこと、この2つをまずは掘っていきたいですかね。じゃないとなかなかアドバイスは成り立たないということで、今回は締めさせていただきます。すいませんけど、分かりません、それだけでは。失礼します。